おはようございます。おはようございます。今日はいつもと違って一日 Vlog みたいな感じですかね。波は良くないんです。今日は。でもちょっと新しいサーフボードが来たとのことなので、まあでもまだね、オーストラリアからなんだろうフォームをシェイプして送ってきてくれて、日本で巻いてもらってるんで。まあ、その巻く前の状態なんですけど、結構ね8本ぐらいこの間、オーダーして届いたんですけど、でちょっとあと 2,3 週間で志田下の試合が始まるんで、それまでに数本ちょっと急いで間に合わせてくれるみたいなんで、どれを巻いてもらおうかっていうのをねチェックというかお願いしにチェックしてね行こうかなってことで、まあ、今千葉北の方に向かってるんですけど、あと古い板も返すの？そう、あと古い板も返すんで中古ボードで出すので、ぜひちょっと動画途中まで見てもらうと、詳しく、ね、説明するんで、2本か3本、うん、結構状態がいいのが多いから今回も PU も EPS も両方あるんで、ちょっと途中チェックしてみてください。で、まあご飯で、まだ今お昼なんでご飯でも食べてとりあえず向かっていこうと思います。人と地球に優しい家づくり、トミス建設。マリブ？マリブ。いつもサポートありがとうございます。中古ボード紹介です。今回は4本出たんで、ちょっと1本ずつ説明していくんで、もし興味ある方がいたら、ちょっと動画最後まで聞いてください。で、まず1個目。これはめちゃめちゃ状態がいい。5-6なんですけど、もう最近ゲットしたもんで、5-6って幅が18と8分の3、2と4分の1で、リッター数が 24.35。あ、うん、ですごいこれ安定感があって、ハズショーターなんですけど、結構ノース幅も広くて、テイラーも広くて、かなり安定性があって、で、すごい走りも良くてね、いい手だったんですけど、まあ試合じゃ僕は使わないので、この板は。ちょっと試合用というよりは、ファンに、まあ、コナミでも、ちょっとサイズあっても、
テイクオフがかなり速くて安定してる板で、結構調子良かったんですけど、まあ、とりあえずこれは試合ジャンプ可能ないということで戻すんで、かなりこれおすすめかな、一番多分一番綺麗で、あ、一番新しいかなこれ、うん、なんでぜひちょっと興味あったらまずこれ1本で、2本目、これは EPS です。5/6 ハーフ18と16分の3 2と16分の3で 23.44 リットルかな。でこれは去年のね、試合とか結構使ってた EPS、 何かな、 JPSA の茨城とかこれ出てたかな。でこれもね EPS だけど、なんで、まあ、状態も結構良くて試合で使ったんですけど、であんまりへこみもそんななくて、でやっぱ試合で使ったぐらい調子いいんで、でモデルはダイモモデルですね。で特に損傷もなくいい感じで、EPS に興味ある方はこれ1本目と思う。これ2本目です。で3本目がダイモモデル57ですね。57 18と4分の1 2と16分の3 23.9リットルかな。でこれは普通ノーマルボードですね。ちょっとまあ若干フットマークはありますけど、壊れもなくて結構いい状態は悪くないと思います。で結構この板は割とダイモモデルって意外とこうボリュームがあって、普通のパフォーマンスモデルなんですけど、かなりね、ノズさんがちょっと広く作られてるから、意外とパフォーマンスの中でも結構安定性が高くて、どんな方も乗りやすい板になってるんで、結構僕の知り合いとかも普通の一般のサーファーも、ダイムモデルパフォーマンス寄りの板だと、ダイムモデル多いんで、で結構みんな調子いいっていう話を聞くので、ぜひこの中古とかこれ結構いいと思うんで試してみたい方は、重いもねそんな軽すぎないから、そんななんだパタパタしなくていいかな。これも試合でも何回か使ったかなって言ったので、これもぜひ、まあレールカラー黄色ですね、かわいい。これが3本目です。で最後4本目、これはドラゴンフライモデルですね。5/6 ハーフ18と4分の1 2と16分の3 23.5リットルですね。でこれ去年のモンスターなんですけど、今年も乗ったんですけど、ちょっとここに若干クラップが入っちゃったんですけど、まあ、あの真ん中のストリンガーまだ行ってなくて、しっかり直してあるんで、これ、ちょっとなってからも乗ってたんで、いきなりは折れないと思うんですけど、で、まあ、状態もフットマークがちょっとついてるぐらいで、この辺とかは綺麗で、で、これもね、結構、今年頭とかの YouTube とかでは結構乗ったんじゃないかな。コナミの時によく使ってた板で、走りはすごい調子よくて、で、宮崎の今年のQSとかにも持ってって試し乗りとかしてたんですけど、まあ、結構これでは出なかったんですけど、でもそのぐらい調子いい板なんで、板自体はすごい良くて、これラウンド、これだけラウンドテールですね。ラウンドテールで結構、特に日本のこのドラゴンフライモデルは僕のモデルで、日本のコナミとかにとても合ってるモデルなんで、ちょっとそういうのが欲しい方にはこれはおすすめです。で、まあ僕の身長が163か4くらいかな、で今体重が63なんですけど、これ去年乗っていたので、去年の時はもう58とかだったんで、まあそのぐらい、まあ60前後で、まあ165とか前後の方とかはすごいフィットする板だと思うので、ぜひちょっと試してみたい方は、木曜日かな、7月の何日かな、まあ、ちょっとテロップ出してもらうんですけど、にもう、ウェブサイトの方に出すので、概要欄の方から欲しい方はぜひチェックして、このお問い合わせをこちらの方にしてみてください。中古ボードの紹介は以上になります。でこれからねちょっと相談して新しい板の方をチェックしに行こうと思います。オンラインコーチング受付中。
しかり。これが5/8 これは何モデル？初ショート。これはハイス、これも初ショート。マンハッタンスフィールドプリンセカン。それで5/8でしょ？何が違うの？5/8/5/8で、これが 18.5 コーバーの。Yeah. So what's the volume difference? 24.4.Black Angel. Black Angel 5/8, 18.25 to 3/16. Coming up next, we've got the Dragonfly Hiroto's Pro model. This one's a little bit thicker, 2.25. Feel that? Oh, it can feel pretty good. Here, feel that. Feel that thickness in the tail.That's better. That's more like it. I'm like on 63 right now. Yeah, sorry. If I did it, 65. Well, that's Dragonfly. Hang on here, Dan. This is the Dragonfly. It's the Dragonfly. So there are two Dragonflies. We're going to have the red logo for next week. So we'll go with the yellow logos with the other boards first. And then what's this one? This is a Dime. Dime. Well, this feels pretty good too. This one's 2.25 angle. 24.9, maybe the biggest board in the quiver. This one's 24.6, and this it has a short. Yes, the bigger one. This one. I bet you these ones are amazing. Hey mate, you're gonna put the board with the nose down, okay? And you just touch the boards very softly, okay? And we just be gentle, right? Be careful with the boards. こんな感じでちょっと板が来た時は板に集中してあんま喋ってなかったんですけど、軽く説明すると今回板がね8本来て、でうち1本はちょっと長めの板で、他の7本がまあ普通のノーマルボードだったんですけど、体重を前の動画とかで増やしたって話をしたと思うんですけど、結構体重もね増えてきたんで、サイズも浮力とかかなり上げて作って、でまあまず一番、変えたのが長さを全部5/8にしたんですよね。で前まで5/7とか5/6使ってたんですけど、まああのねオーストラリア戦とかいろいろ経てちょっと長めに作ろうってことで、この間ロスと話し合って作った時長めに作って、でその中で最近乗ってて浮力とか幅とかもうちょいいけるなって感じがしてたんで、幅もね出したやつと、幅を出して厚みを一緒のやつと、幅は一緒で厚みを上げたやつがあって、でそれは結構モデルでも違うんですけど、結構その違いで、まああのまたね今回ホームでオーストラリアからシェイプされてきて日本で巻くって話したと思うんですよ。日本巻きなんで巻いてまた手元に届いたら YouTube で詳しく説明はしていこうと思うんですけど、まあそんな感じ、全体的に板のねサイズ感がアップしたんで、ちょっとかなり乗るのは楽しみな感じになってますね。であのスプレーもね今回入れることにして、ちょっと昔やってたようなあのスプレー板にしてカラフルな感じでやっていこうと思うんで、まあちょっと今日ねサーフィンできなかったんですけど、まあちょっと思ったよりもこの板の話し合いというかチェックに時間かかってやろうと思ったんですけど、ちょっと時間なくてもうあの今日暮れなんで、帰り道で日暮れなんですけど、まあそんな感じでとりあえず今日はね一日 Vlog、 まあ板のことだけでしたけど、まあ板をチェックしに行ったって感じで、まあなんかサーフィンも明日ぐらいからちょっと行きそうなんで、でちょっと来週とかもコーチングとかいろいろ入って忙しかったりで、まあ7月の末に千葉の QS があるんで、その千葉の QS までに
その8本のうち 3,4 本はなるべく早めに仕上げてくれるってことで、もしかしたらね7月の志田の試合で調子良かったら、まあ、調子いいと思うんで、まあ、使うと思うんですけど、まあその試合も楽しみにしていてください、まあ、こんな感じかな。こんな感じでとりあえず今日の1日 Vlog はこんな感じでした。今からちょっと帰ってもらって、明日サーフィンに繋いたいと思います。夕飯です。お腹すいたね。ちょっと遅くなっちゃったね。美味しそう、刺身が。今日はコチの刺身とホタテ、生ホタテのお刺身です。今日はサーフィンはできなかったけど、板の子と話して一日でした。夕飯もね、帰ってこれたんで、ちょっと途中でスーパーでお刺身買って美味しくいただきたいと思います、はい、とりあえず今日の Vlog はこんな感じでした。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。美味しそう、ホタテ。食べて、食べちゃおう。じゃあわさびを食レポして。うん、うまっ。おいしい。うん、コリコリコリ。結構おいしい。うん、うまい。繊維を感じる。